アマレスニュース。アマレス兄弟のアマレス太郎です。暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はこちら、8月11日、茨城県の大洗で開催されました、ビーチレスリングの結果をお伝えします。こちらの大会に僕も見に行こうと思ってたんですが、アメリカナショナルコーチの八田忠明先生のレスリングフォークスタイルセミナーが入っていまして、ちょうど同じ時間に被ってしまったので今回僕は見に行けなかったんですが、このビーチレスリング僕も大注目しておりました。で、今大会にはなんとレスリングリオオリンピックで5位に入賞、全日本選手権で何度も1位になっている井上智弘選手がこの大会に参戦しました。まあ、軽くルールをおさらいしますと、3分1ラウンド制で先に3点先取した方が勝ちとなります。タックルや投げで相手を倒したり、相手の背中を地面につけると3点入りますので、その時点で試合が終了ということで、本来のレスリングよりもだいぶシンプルなルールになっております。そしてこちらが今大会の井上選手の試合なんですけども、試合のマット2つあるんですが、こちら井上選手が試合している間にやっぱり相当砂浜は裸足なので熱いんでしょうか、この水をまいて足の裏が熱くならないようにしっかり整備されております。試合内容ですが、こちら井上選手が開始早々相手をガブって落として、そのままバックを取ってスリーポイント、3点先取で井上選手の勝利です。試合が終わった後はこのようにバケツの水を桶でかぶるという、戦いの後にこうやって汗を水で流す、ものすごく気持ちよさそうですし、ここで健闘を称え合ってる感じもなんか美しくて素晴らしいです。いや、なんか夏っぽい感じで現場に僕も行きたかったです。やはり井上選手レベルが違うのかと思ってましたが、こちら3回戦井上選手よりもちょっと体格が大きい選手になりますけども、海外の試合では5階級でやったんですけど、日本はまだ軽量級、中量級、重量級、3階級しかないので、若干体重差はあると思います。まず最初に井上選手が場外に出てしまい、相手にワンポイント入ります。次に井上選手のタックルで相手が場外に出てワンポイント。これで1対1になります。ラスト15秒。相手のタックルが決まり、井上選手尻餅をついてしまい、相手にワンポイント入ってしまい、逆転されてしまい、2対1で相手の選手の勝利となりました。これで井上選手は惜しくも3回戦敗退となってしまいました。オリンピック出場選手がベスト8という衝撃的な結果になったんですけども、井上選手と戦った選手が阿部寛隆選手という、阿部選手もずっとレスリングをやってて、全日本選手権でも2位とか、社会人選手権でも優勝してるような、レスリング界では有名な選手ということで、決勝の相手も全日本選手権常連の梅林太郎選手を倒して、そのまま阿部選手が優勝しました。ちなみに阿部選手は全大会のビーチレスリングのチャンピオンでもあるので、ビーチレスリングの経験値は上回ってたんじゃないかと思います。井上選手のコメントとしては、やっぱりビーチの足場が悪くてバランス取りながらいるので、スタミナがかなり削られるということで、バテバテになってしまったと言ってました。他にも総合格闘技のディープジュエルスで活躍されている鍋ゆかり選手も出場して2位という成績を残し、セコンドに来ていたリバーサルミーウィーの鈴木和人選手、来年は僕も出場したいと宣言しておりました。鈴木選手に一緒に太郎さんも出ましょうと言ってくださったんですが、僕も最初は一般の方がたくさん参加されていると思ったんですが、全日本クラス級の選手はプロ格闘家ばっかりですので、僕は絶対に出場することはできません。すぐに瞬殺されてしまいます。このビーチレスリングの模様は日本レスリング協会のFacebook やインスタグラムにもその様子載せておりますので、ぜひそちらでもチェックしてください。次回は11月に沖縄でビーチレスリング大会またあるみたいですので、そちらも一緒に応援しましょう。ありがとうございました。